日本が高度成長していく中で、各家庭に普及したテレビでの夢見るようなドラマの数々は、アメリカからやってきました。名犬ラッシー、1957年から1999年まで放送。原作はイギリスですが、アメリカで TV ドラマとなり、コリー犬のラッシーが、さまざまな事件を解決してくれました。ルーシー賞、1963年から1966年まで放送。ルーシーは銀行の副頭取の秘書でしたが、トラブルばかり。毎度のルーシーの失敗が傑作でした。ローハイド、1959年から1965年まで放送。南北戦争後の1870年代のアメリカ西部が舞台。クリント・イーストウッドの初主演ドラマでした。コンバット、1962年から1967年放送。ノルマンディー上陸作戦から始まったアメリカ陸軍の歩兵隊を描いた戦争アクション。アダムスファミリー、1964年から1969年まで放送。丘の上に立つ不気味な屋敷に住むアダムス一家は、皆変人揃いのホラーコメディ。奥様は魔女、1964年から1972年放送。サマンサが魔法を使うとき、鼻をピクピクさせてました。宇宙大作戦スタートレック、1969年から1974年まで放送。舞台は23世紀、人類に最後に残された。開拓地を求めて宇宙へ飛び出した宇宙家族ロビンソン、1966年から1968年まで放送。30年後に予想される人口問題を解決するために、ロビンソン一家が宇宙移民として旅立ちました。ケージコロンボ、1968年から1978年まで放送。ヨレヨレのトレンチコートを着たコロンボ刑事が事件を解決しました。月の神さんがが口癖。サンダーバード、1966年から放送。2065年を舞台とし、世界各地での事故や災害を救助する秘密組織です。
かがでしたか？ご感想とともにリクエストもお待ちします。最後までご覧いただきありがとうございました。